ケイン小杉みたいな人ができた。死ぬぜ、ポティスって。ただでさえこれ1とアルファベットでよう分からない。ほんまに。チョーンズ、ポティス。スペルちゃんとしてると、1と、ネンス。ローマ字。文化が3つある。すごい。というわけで、どうも、劇団一撃屋です。こんにちは。我々は関西で日夜演劇活動と、YouTube 動画活動ですね。YouTuber みたいな。最近ニコ動にも。ニコ動にも。その辺の YouTuber よりは断然 YouTube に上げてる。いや、動画上げてる。本数だけはね、上げてる。残念ながら再生回数はね、比例しないですね。いやー、見てほしい。という劇団でございます。はい、どうもこんにちは。はい。で、私は、座長の大熊です。はい。そして、はい。私ザインの坪坂です。ザインザイン初めて聞いた。劇団員の西文です。ザインはい、一撃屋の映像担当川原です。はい、はい、今日はこの4人でですね、うん、このチャレンジ1年生というですねチャレンジ企画番組をですね、やっていきたいと思います。よし、本日のですね、はい、チャレンジ、これはですね、はい、あ、すごい、あ、あ、あ、脳編集や一生懸命書いてる字を全部消して。はい、来て、ね、これがやばいぞ。あ、これ、これ。あ、はい。滝土井を調べる。奥山ユーザーじゃない方に滝と土井の知名度ってどのようなもんなんですかね。なかなかないでしょうね。ないでしょうね。京阪ね。はい。京阪電鉄という我々がですね。うん、あの住み着いている沿線があるんですけども、はい、でそこの中で、うん、滝駅っていうのと土井駅っていうのがあるんですよ、はいはいはい、でこの2つの駅が関西の中ではですね最も距離の近い駅なんですね、はい、418m しか駅間にないらしくて、ホームの端から端だと 160m を切るそうです。いやほんまね、うん、まあこの後行きますけれども、うん、見えるんですね隣駅が、電車で各駅乗ってるとちょっとびっくりしますもんね。そうなんですよ、うん、今何個目みたいな。というわけでですね、うん、今日は実際でも、はいはいはい、その間をですね、うん、歩いたりしたことがある人って、うん、まあなかなかいないと思いますので、うん、我々が行って調べてみようじゃないかというチャレンジがあります。チャレンジします。いろんなチャレンジをしてみますの、はい、で、今からちょっと行ってみたいと思います。よし、よし、現地着きました。現地着きました。どうも、取り手大熊です。はい、まあ今ね、はい、こう土井駅ですね。そうですね、はい、で、あっち側にね、さっきちょっと見に行ったんですけど、はい、実はね、隣の森口市駅もね見えるんですね。見えますかね、あの今アップしてもうバリバリ見えてますで、僕ら近くまでまあ行って、はい、ちょっとその近さに驚愕したんですけど。そうなんですよ。で、今ね、反対側に、はい、まあ、滝側に来まして、はい、いや、火じゃねえなと。もうそんなもん、ね見てくださいよ。行きますね。はい、そこわかりますかね。実は反対側に西文さんがいるんで、はい、アップしてみましょう。いますね。もうくっきりと見えちゃってるんで。いますね今文ちゃんがあの耳すましますね。じゃあちょっと、曽田さん話しかけてみてください。おーい、聞こえてますか。聞こえてますね。聞こえてますね。手を振ってますね。あ、なんか言ってるね。なに、会話は成立しない。会話は成立しましたね。何が食べたいか聞いてもらっていいですか。今何食べたい。お寿司聞こえてるね。聞こえてますね。すごいな。いや、この近さ、だってここおこんだけしかないから ね。いやー、ちょっとですね、はい、今から、はい、あっちの駅にですね、はい、西文と川原がいますので、はい、ちょっとご飯を、じゃ あお寿司じゃないんですけど、はいはい、届けてあげましょうか。はい、はい、この地図をご覧ください。こうなっております。ではですね、はい、今からこのね、ラーメンとうどん入れましたんで、向こうに歩いてみましょうか。はい、
まあ、一応カップヌードルは何分ですか？で、どん兵衛の方は5分ですね。さっきお寿司が食いたいと言ってましたけどもすみません、お寿司はちょっとお寿司はなかったです、ね。はい、まあまあ平均速度ぐらいで我々は一応歩いております。はい、ここでですね、我々の命題としては、一般の方をですね、この価格に入れられると、命題がありますので、今みたいな感じでですね、はい、ここはこう、操作を押さえてますけど、こうやってグッとこうね、今あの人を避けました。難しい印象ですよね。しかもね、まあまあ交通量ないことないですね。まあでも、このまま行けば、到着するはずなんですが、ちなみに長坂さんはまあ地域屋でね、はい、京阪沿線ユーザーですけれども、はいはいはい、この土井と滝は降りたことはありますか？ないですね、もちろん。準急とかでペッと行くんで。まあそうなんです、はい。さっきちょろっと映りましたけれども、もうまあ森口と京、はい、橋の間は普通電車しか止まらず、そうなんですね。ヒュッヒュッ、はい、今ちょっと避けました。プライバシー保護で、いちいちこう電車がこうすり抜けるのがめんどくさいという理由で、はいはいはい、めっちゃ広いんですよね、駅のホームの方が、ね、4両通れるようになってるんですよ、はい、通り越しができるやつと。結構こうダイヤの組み方は大変なんでしょうね。最近も変わって、夜やったら何やったらもう準急末より確定で行った方が早いとか。あ、そうなの。まあね、なんかこの間、まあ京都まで行っちゃうと京阪ってあるんだけど、準急通る普通みたいなとこありますけど、はいはい、だからまあ準急普通は一緒のものとして一種類減るのが新聞ですけど、はい、大阪の方はその京阪ちょっとややこしい。朝とかやったらなんかまた快速なんとかとかありますね。区間特急とかいっぱいできますからね。ちなみに京阪はですね、はい、あの楽楽という魔の電車がありまして、まあ淀屋橋から出町柳まで通ってるんですけど、本線は、はい、あれです、京橋駅から、はい、京都の七条まで、はい、ノンストップで飛ばされる間違えて乗ってしまうと枚方や、はいはいはい、玉橋とかをすっ飛ばされて観光地へ連れて行かれるですね、恐ろしい電車が通ってますのでですね、楽々、ね、ちょっと気をつけてください。はい、こうやってね、道を今、あれ？ちょっと待ってくださいね。あの上に見えるのはあれ、あれホームかな。あれ今、歩き始めて2分ですよね。あれホームかもしれない。これホームやな。ホーム、これホームですね。さっき文ちゃんが喋ったのは反対側でございます。はい、ということはもうちょっとでもしかしたら見えてくるんかな。見えるのかもしれないですね、いやー、駅臭いな。駅ですね、これは。いやー、近いな。行ったか、ねえ。まあまあまあ、おそらくね、はい、いい具合にね、はい、麺もなってるでしょうね。なってるでしょうね。なんかコンビニちょっと家帰るぐらいの距離ですかね。そうですね、はい、いや、一個ね、歩道橋を挟むあたりが無理やり駅。確かに。今電車が通過。あ、どうも。あ、あれあれあれモール、あれ、そうやね、あれ、そうですね、多分。あれ、そうやね。あれ、あ、手振ってますね。手振ってるね。ピンク色のやつがいるね。いますね。チャリで来てる。家なのかな。何のポーズですかね。
チャリで来たのポーズね。じゃあ、どうぞどうぞ、お腹空かしてるでしょ。お腹空かすか、どうぞ。どっちがいい、どっちがいい。ラーメン。ラーメン。はい、僕らがね、はい、隣駅で入れてきたやつですんで。土井駅から。土井駅で、セブンイレブンさんにお世話になりまして、はい、どうぞ。じゃあまず、ヌードルちょっと、はい、熱そう。どうですか。ちょっと待ってください。これ何分前だよ。うん、おいしいよ。おいしい。麺はどうです。お麺全然適度。まあ、適度です。おお、うん、大丈夫な感じ。じゃあどん兵衛、はい、こんな感じですね。はいはい、ね、はいはい。じゃあちょっといただきますね。どうぞどうぞ。行くね、一気に行くな。すすれどないですか。ベストですね。ベスト。あ、あ、じゃあ両方とも伸びてない。伸びてないです、全然。片茹ででもない。全然もうベストです。あ、ちょっとちょうだい、そっち。はい、足屋もね、うん、はいはい。お好みの問題の可能性がありますか。なるほど。うん、どうですか、はいはい、ベストベストというわけでですね、はい、皆さんもし、ヌードル、はい、まあ、乾麺のね、戻すやつ食べたい人はですね、ぜひ滝土井館を利用されてみてはいかがでしょうか。ベストが食べれます。滝井駅に住んでる人は土井駅から軽い家に着いて食べたら、ね、これがベストでございます。では、はい、まあ、今日最後の実験ですけど、はい、電車対人間ということで、はいはい、今からですね、最近ダッシュにハマっている川原武史くんが、はい、50m 走行き分かっている川原武史くんがですね、この滝井駅から土井駅、はい、人力で走りますね、はいはい、ダッシュ、ダッシュ。対し坪田さんは。僕も電車でゆったりと一駅過ごします。行、はい、きます。頑張ってください、はい、まあ頑張らないか。頑張らない。さあ電車がやってきました。ここから、あ、そこで見えるな。停車したら行きますね。オッケー、頑張ってついていく。違うでいいのかな。通った。いや、これ、俺もきついな。さあ、人がいる。人避ける。電車は駅に着いたみたいです。だって、あ、人がいっぱいいる。なんか映ってない。あ、川原が手を振っている。つまりこれは難しい。やりました。これつまり、待ってくださいね。今ちょっと、やってくる？来るかな？
あれ、どうかな。あれ、着いたのに来ないで。あれ、今来ましたよね。今ね、ほぼ同時ぐらいに。あっ、来た来た。到着しました。勝てますね。なんと勝ちました。余裕でしたよ。範囲としてはね、一個一個の駅のホームが広いんでね、着いた場所からこっちも結構歩く。反対方向ですもんね。そう、なるほどなるほど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、人間圧勝でしたね。いや、実は圧勝。こんなに離れてんのや。そうですね。まあ駅の、はい、出口がちょっと遠かったですね。そう、ホームの端っことかそういうとこがあるので。そうですね、まあ、その辺のやつを差し引いたとして、はい、おそらく我々の見立てではヒュンヒュン。おそらく我々の見立てではですね、はい、電車スタートと同時に川原が走り出したらいい勝負。ああ、なるほど。で、一応電車先着くかもと思って、はいはい、ね、持ってきましたけどね。これで川原が走ってくる絵を撮ろうかと思いましたが、15秒ぐらいありましたね。ありましたね、うん、こっちが。ただね、後ろからね、撮ってましたけど、はいはい、どうしてもね、こいつでね、アップダウンがバリッと優しく俺がもうね、サスケ並みのね、しんどさを誇る。いやー、まあ、ここでね、川原君がこう行ってる間に、はい、まだ電車この辺だったので、あー、ここ登ってね、はい、相手がどんぐらいの位置にいるか把握できたの。そう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 。まだ来てるから。来たと思ったら特急でね。そうですか。特急先抜いていく。特急はさすが特急でしたね。確かに、このとこ止まってられない。加速が違う。さあ、じゃあ、はい、まあ、今からね、はい、土井駅に歩いて戻って、滝駅ね、はい、滝駅に歩いて戻って文ちゃんに報告しましょう。はいはい、はい、じゃあ結果発表いたします。はい、気になる。ちなみにどっちが勝ったと思いますか。期待を込めて。はい、はい、では勝った方、はい、手を開けてください。え、勝った。私が勝ちました。ちょっとね、いろんなアドバンテージがここにあって。はいはいはい。どういうこと、どういうこと。上がって、すぐ乗ったところが土井駅では、もう改札から遠かった。はいはいはい。そうです。アドバンテージがあって、僕がタッチの差。いや、圧勝でございました。15秒ぐらい。じゃあもうアドバンテージっていうか、勝ったってことですか。そうそう、15秒は、だからそういうところの差が、はいはい、そこに来て。あ、積み重ね。そうそう。とはいえ、まあまあ、もし普通にハンデなしでやったとしても、おそらくいい勝負、もしくは人間の勝ち。すごいやん、ようやりましたね。はい、ああ追い切れたんですか、お子さんは。僕はまあ見てください、動画を。ちぎられたんかな。いや、すごいですよ。マジっすか。もうね、酔うかも。臨場感あふれる声に。楽しみやな、はい、いや、3回目にしてチャレンジ1年生、はい、名作ちゃうか、これ、はい、名作早いな、判断が。早い早い。というわけで、今回のチャレンジ人生これで終わりますが、はいはい、皆さんも土井と、滝をですね、利用するときは走った方が早いです。ことのようです。歩く場合はカップラーメンを、はい、あ、そうです、はい、持って歩きましょう。いや、面白い結果が出ましたね。はい、というわけでまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。4万1。え、嘘でしょ、お母さん。
よし、ずっとこれ4万回やってたんですか。402 すごい。いや、さすがにパンパン。いや、嘘でしょ。4万回もやってるわけないでしょ。いや、ほんまほんま。いや、嘘、嘘です。ずっとやってたから。嘘、絶対嘘やん。事務所来てなあ、私が来た時からはずっとやってる。嘘やん。4万68。そんな筋力ありましたっけ、お母さん。4万270。いや、めっちゃ飛んでる。そうやろ。4万20ぐらい。お母さん、これ、これやってみてください。どれ。そんな筋力あるんやったら。何これ。腹筋ローラーです。腹筋ローラー、はい、これベーゴマや。いや、違うんです、腹筋ローラー。え、こんなんお前なんかこんなんしてあれじゃん。いや、全然回んないですよ、それ。やってもこれあれやろ、こう美顔器みたいな。違う、ちょっとサイズ大きすぎるんですよ、美顔器にしては。すごいな、ちょっとやったろか。いいね。え、違う、そうやるやつじゃないです。どうやるやつ。これあの腹筋を鍛えるやつで、うん、このまま持ってこうやって、はい、で、戻っていって何やってんすか。あの、お茶目。違う、そうでしょうね。違うんですよ。そうやってこうやって転がって持ってきてってやる。なるほどな、はい、あ、そんだけ4万何回もこうやってたら絶対こんなん自分ちゃんちゃらやおかしいで、うん、ちゃんちゃがおかしいよ。腹筋やな、はい、オーケー、いくだ。4万60 58